デルタバリアント全クルーへ。本艦は間もなく惑星マキアに到着。第一次探査隊の回答を開始。降下シークエンスに移行せよ。それは惑星間を自由に旅する巨大な船団である。オラクル内で編成された部隊アークスは行く先々で見つかる数多の惑星へ通り立ち、宇宙の平和のために調査を行っている。全宇宙の平和を脅かす絶対的な悪の存在ダーカー、それの殲滅こそがアークスの最大の目的。ダーカーの殲滅は他の誰にも成し得ない。フォトンを扱えるアークスだけが可能なことである。全宇宙をダーカーの闇に包ませないためにアークスは星々を渡り日々戦いを続けている。アークスは3つの種族から成り立っている。バランスに秀でたヒューマン、フォトンの扱いに長けたニューマン、屈強な体を持つキャスト、それぞれが補い合い協力することでアークスは成り立っている。そして今アークスの先遣隊オルターの探索船が船団を離れ、新たな調査のためある惑星へと進路を取った。惑星の名はマキア。直接のワープ接続を受け付けず、その多くが謎に包まれた星であった。そこにあるのはダーカーの影か、はたまた未曾有の脅威が潜んでいるのか、それはまだ誰にもわからない。
願い。私の星を助けて。誰も助けに来てくれないの？はい。僕を待っているの？私を見つけてくれますか？うん。約束する。必ず会いに行くよ。そして僕は君のたった一人のための英雄になる。気分はいかがですか？素晴らしいお目覚めですね。私はアークス特殊惑星探査隊オルター所属艦デルタバリアントのメディカルスタッフリーティアと申します。これより簡単な記憶確認を行います。あなたは現在アークス特殊惑星探査隊オルターの戦闘部隊に所属し、新たに発見された惑星マキアへ向かっています。記憶にありますか？当艦には1000人のクルーがいます。そのうちの 90% がコールドスリープ状態で探査する惑星付近まで運ばれます。あなたもその一人だったんですよ。特殊惑星探査隊は直接ワープ接続できない惑星を探査することが多いため、コールドスリープで人員を運び現地に滞在して惑星探索を行います。まもなく惑星マキアの衛星軌道に到着し、戦闘部隊員を含む第一次探査隊が惑星地表へ降下します。あなたは第一次探査隊に選抜されました。記憶に問題がなければフィジカルチェックに進み、出撃準備後ブリーフィングに参加してください。ここまでの説明に不明な点はありましたか？あなたは任務中なので空いていません。え、私ですか？仕事問題はなさそうですね。よかった。脳までちゃんと回答できているみたいですね。ここだけの話、たまに失敗もあるんですよ。それでも大体は大丈夫なんですけどね。驚きましたか？今のは感情のチェックです。あなたの感情は正常なようですね。それではトレーニングルームへ移動してください。そちらでフィジカルチェック、運動能力の検査を行います。敬礼もちゃんと覚えていましたか？惑星探査隊オルターには独特の敬礼があって、新人さんには珍しいってよく言われますね。では行ってらっしゃいませ。よく来たな、新人。新人ってのはお前のことだよ。俺は
戦闘部隊隊長のフィルディアだ。お前は俺の部下ってことになるんで、よろしくな。早速だが、お前の健康状態と戦闘技術を確認させてもらう。寝起きで体も鈍ってるだろうから、難しいことをやれとは言わねえ。軽くいけ、軽くな。第一次探査隊に選ばれたんだ。硬いよ。訓練校同期のルティナさんに向かってそれはないでしょ。まったく真面目すぎんだよね。もう周りは見ず知らずの人ばっかなんだからさ、せめて私たちぐらいは気楽にやろうよ。そんな堅苦しい舞台じゃないみたいだしね。
の？私の顔が何か？隊長の前で敬礼拒否とはいい度胸だな。ヒルディア隊長！声が裏返ってるぞ。俺はフィルディアだ。はい。気楽にやるんじゃなかったのか？それは同期生の場合だけです。俺も堅苦しいのは好きじゃない。挨拶はよでもいいぞ。無理です。冗談だ。お前らと一緒なら楽しい探索になりそうだよ。さて、そろそろ降下の準備を。できるでしょう艦長。うん、緊急着陸態勢。了解、警報発令。無事とは言えませんね、この状況は。機関室より報告、フォトンドライブは完全に停止。どうなっているのだ。調査を急げ。私が原因調査を統括します。ドライブが回復しなければ船の機能は停止してしまいますからね。だが最悪の事態も考えねばなるまい。ええ、生命維持のためしばらくこの惑星と付き合うことになるでしょう。貴様、動ける人員を集めてくれ。この星との戦を始めるぞ。はい、艦隊確保、戦闘出撃準備。艦周辺エリアの調査、警戒を開始します。
でよ。びっくりするじゃない。デルタバリアントが墜落したのよ。その時あんたは私をかばって頭ぶつけたわけ。覚えてる？おかげで私は無事だけど、ありがとう。災難だったな、新人。フィルディア隊長！見ろ、この装備。たくひでえ着陸しやがって。もっとも、あの船の状態じゃ生きてるだけマシってとこだがな。墜落後の状況はどんな感じですか？最悪の一歩手前ってところだな。死傷者も出ているが、コールドスリープ中だった875名は全員無事。艦長以下、ブリッジクルーも健在だ。亡くなった方もいるんですか？惑星探査隊は観光じゃないんだぞ。事故も戦死も覚悟のミス。問題は船の方だ。フォトンドライブが完全に死んで全く動かないらしい。治るんですか？俺は戦闘部隊の隊長だ。わからん。船の設備が全部機能しないケースも考えて、こうして船外に野営地を作るってことはかなりまずいんだろうな。マグナス艦長は先遣隊を率いて周辺地域の調査に出ている。この星フィルディア隊長、緊急事態です。どうした？先遣隊がダーカーと接触、光線を開始したのですが、フォトンが使えません。何を言ってるんだ？武器もフォトンナーツも使えないんです。マグナス艦長を中心に防衛線を展開し撤退を開始していますが、このままでは先遣隊は全滅します。よくわからんが、わかった。おい、近くにいる戦闘員で戦える者は俺に続け。先遣隊の救援に行くぞ。フィルディア隊長が出るぞ。隊長、お供します。痛いの何の言ってる場合じゃねえ。行くぞ。私も。俺もだ。すごい、怪我人もいるのにみんなやる気だ。私たちも行こう。
人が言ってたフォトンが使えないって本当だったんだ。これじゃまともに戦えないよ。どうしよう。あなたに力を。ん？誰かいるの？先遣隊の人だ。もう息をしてない。これなんだろう。何？私はユノ。あなたにグランの力を授けます。グラン？起動したよ。ユノって言ったっけ？あんたは何者なの？よくわからないけど、この力で戦えっていうのね。そっか。ありがとう。このお礼は必ずするから。約束。何があったのですか？逃げろ。危険だ。ダーカーが来る。あなたが危険を感じると。この星ではフォトンが使えん。戦うのは無理だ。フィルディア隊長、艦長を連れて下がってください。お前たち、その武器はどうした？話は後です。早く。フィルディア、一つ頼みがある。戻ってから聞きます。今でなければならん。
いいか、デルタバリアントの全権をお前に託す。艦長、この絶望的状況で後を任せられるのは行幸のフィルディアと呼ばれた英雄のお前しかいない。しかし今必要なのは希望だ、能力ではない。わかるな。仲間を生きて返してやってくれ、頼んだぞ。はい、ご心配なく、我が神明に変えても守ってみせましょう。すまん。マグナス艦長。デルタバリアント艦長、フィルディアより全乗組員に告ぐ。作業の手を止めずに聞いてほしい。諸君も知っての通り、この星ではフォトンが使えない。それがどれだけ危機的状況であるか理解していると思う。このままでは遠からず部隊は急防し全滅するだろう。それを回避するため、私は ダメだ、いつも通りでやる。いいかお前ら、生き残るぞ。どうすりゃいいかはまだ分からん。どいつもこいつも全力を出せ。俺も本気で柄でもねえ艦長をやってやる。この船で絶対に帰るからな。諦めんじゃねえぞ、俺とお前らの約束だ。あとは終わりだ。そして活動人員を減らすことで残り少ないエネルギーでもしばらくは持つと思います。あとは任せる。
呼ばれた理由は分かっているな。ならいい。お前たちだけが武器とフォトンアーツをまともに使えた。フォトンじゃないと思います。グランって言ってました。誰がだ。それがよく分からないんですけど、この宝石から立体映像が出て、ユノっていう女の子が。その女の子とやらは今出てくるのか。いえ、それっきり何の反応もなくて。その宝石、調べさせてください。わかりました、どうぞ。宝石はレイバンに任せる。そんなことより、お前たちにはすぐやってもらいたいことがある。さっきの戦闘で船に戻ってこなかった先遣隊員が何人もいる。お前たち二人に探しに行ってもらいたい。え？二人でですか？他に戦えるやつがいないんだ。やってくれ。これは私からもぜひお願いしたいですね。レイバン副長も？確かグランと言いましたね。それは我々が生き残るための鍵となるでしょう。君たちの探索行動を観測してグランというものを分析すれば、他のものも使う方法が見つかるかもしれません。そうなんですか。本来フォトンをエネルギーとする我々の武器やフォイエやレスタがグランで使えたのです。その可能性は極めて高いでしょう。なるほど、そうだったら希望が見えますね。どこかで救助を待っている仲間がきっといる。頼むぞ。はい。勢いでやりますなんて言っちゃったけど、本当は怖いな。あんたは平気？ふーん、そうなんだ。うん、やるしかないもんね。頼りにしてるよ、バディ。
私にご用ですか？はい。
まだだ。奥から声が。なんかいるよ。あそこ。よかった。無事。じゃないわね。あんた、ボロボロじゃない。どこが？どう見たって無事だろ。のう、イズナ。私は、セイルさんが守ってくれましたから。ほら見ろ、無事じゃないか。俺様は、力押しだけの雑魚にはやられないんだよ。セイルって、もしかして不当のセイル？訓練校の教練では一度も倒れなかったっていう。なんだお前、知ってるのか？知ってるも何も同期だってば。私とこのバディも同じ代だよ。卒業式で挨拶もしてたもんね。イズナも同期なんだぜ。歳は二つ下だけどな。お恥ずかしながら、はい。飛び級生か。優秀なんだね。私たちのことは知ってる？知るわけないだろ。同期って何人いると思ってんだ。だよね。助けてくれてありがとうございました。ま、礼は言っておく。まあ、お前らが来なければ今頃俺様がパーフェクトに仕留めてたかな。
その傷だらけの姿でよく言うね。モノメイトいくつ使ったのよ。私のも全部。おい言うなよ。二人分使い切ってるじゃない。ところで他に製造者は見かけてない？若造は引っ込んでろって。ベテランはみんな無茶しやがってな。何もできませんでした。そう、船に戻ろう。フィルディア艦長に報告を。フィルディア艦長？マグナス艦長は？まさか。ええ、フィルディア隊長が後を継いだの。そんな、艦長が？そう、すぐ戻ろう。それと、帰ったらお前たちの力のことを教えろ。いいな？よくやってくれた。セイルとイズナは現在メディカルチェック中だ。健康だと思いますよ。イズナは無傷でしたし、セイルは帰りの道中でずっと俺が艦長を支えるって語ってましたから。そいつは頼もしいな。経歴を見たが、お前たちとセイル、イズナは同期なんだって？かも違いますし、交流はなかったんですけどね。でもセイルは有名でした。すごいタフなのがいるって。ただタフなんじゃないさ、しぶとく戦えるのもセンスだ。そうですね、体力だけなら私の方があるんじゃないかな。格闘技の真似事が趣味ってのは本当か？はい、真似だけでも結構な運動能力が必要なんですよ。フォトンを扱う戦闘にはあんまり役立たないんですけどね。そうでもないさ、現に今フォトンが使えない状況だ。こうなると生身の体力は重要だぞ。え？なんだ？フィルディア艦長！セイル、何があった？これで俺も戦えますよ。セイル！彼は心配ありません。疲労が溜まっている時に無理をしたので、予想以上に体に負担がかかっただけです。休んでからにしましょうって言ったのに。何をやったんだ？セイル君がグラン研究の実験台になると言って聞かないので、やってもらいました。ご覧の通りです。あんなボコボコにされた後だってのに。おかげで私とイズナ君はグランの習得に成功しました。おさ、本当か！よくやったセイル。今夜デートしてやる。無理無理、今夜はメディカルで絶対安静。リーティアが彼を独占よ。それにフィルのデートはハードよ。デートという名のただの戦闘訓練だもの。レイヴァン、次は俺だ。グラントやらを使わせろ。ちょっと艦長、危ないじゃないですか。うるさい、起動してない剣なんかにビビるな。来い。惑星マキアでの第1日目が始まった。これ私たちの船デルタバリアントは惑星マキアに墜落。あ、
違った、不時着し、ここでの生活、いやサバイバルが始まった。この星では私たちが普段あらゆるエネルギー源として利用しているフォトンが使えません。船も動かなければ、武器もフォトンアーツも使えない。だけど私が偶然見つけた宝石から謎の少女の立体映像が現れて、グランとかいうフォトンに似た力を扱えるようになりました。それもなんでって感じだけど、おかげで仲間も助けられたし、グランを使える人が増えれば少しはマシになりそう。とはいえ状況は最悪。水と食料も備蓄は少なさそうだし、船の機能も残り少ないエネルギーでなんとか動いてるだけ。フォトンドライブは完全に壊れてるみたい。私たちずっとこの星で暮らすことになるかも。いやいや、その前に生き延びられるのかな。力いっぱい頑張るけど不安です。でもバディと一緒だし、それは心強い。
目標達成。拠点への帰還を許可。うまくいきました。無事終了です。任せとけって。
うまくいきました。楽勝だ。行く暇がねえんだよ。艦長は忙しいんだな。これが艦長のモーニングレッド。迫力です。お前らを呼んだのは他でもない、レヴァン。はい。まず君たちのおかげでグランの研究が進み、様々な事実が現在進行形で分析解明され、希望。私たちそんなにすごいことしましたっけ。早速だけど、次の任務も決まってるから覚悟しておきなさい。嫌な予感が。現在人員は船の維持に必要な数を残して、残りはコールドスリープさせてある。動ける戦闘要員はお前ら4人だけだ。しっかり頼むぞ。了解。ちょっと安請け合いしすぎ。私たちだけで大丈夫でしょうか。大丈夫よ、多分。お前はどっちなんだよ。うるさいわね。極端なのよ、あんたは。喧嘩は良くないですよ、ね。やれるな。だよな。次の任務に関しては、ラボで私の助手から話を聞いてください。ラボ？ああ。外にあるやつだな。あそこに行けばいいのか。それとこれも返しておきます。ああ、ユナの宝石ですね。調べてみましたが何も反応がなかった。君が持っていればまた何か起きるかもしれません。わかりました。ユナにはお礼を言わなくちゃいけないし、また会えるといいな。はじめまして皆さん、シャロンと申します。レイヴァン副長の助手としてグランの研究を担当しています。皆さんのおかげで研究がはかどっています。今後もよろしくお願いしますね。こちらこそよろしく。で、任務のことなんだけど。まずはこれを見てください。you
この星特有のエネルギー、グランを結晶化したものです。結晶化って、これはエネルギー物質なのか。ええ、グランは結晶化しやすい性質があり、エネルギー源として利用できそうなんです。つまりグランを結晶化して貯蔵できるようになった。そうです。現在研究班ではこのグラン結晶をフォトンの代用として使えないか検証作業を進めています。こいつを動力源にするのか。はい、実現すれば館内設備の機能維持や機材を使っての修理作業も可能なはずです。本当に希望だわ。そこで皆さんにグランを集めてきていただきたいのです。グランを集める？どうやるんですか？この星にはグランの結晶化したものが数多く存在すると思われます。待機中のグランを結晶化するより、すでに結晶化したものを探してくる方がより効率がいいと。その通りです。よろしくお願いします。フィルディア艦長もレイバン副長も期待しているんです。頑張りましょう。このグラン結晶はサンプルとしてお持ちください。どうぞ。よし、じゃあ行ってみるか。そうね、行くわよバディ。
通常任務へ戻れ。想定通りです。総員に通達。さあ、行きますよ。グラン結晶の収集、ご苦労様です。おかげさまでグランの研究が大きく進展し、グラン結晶をフォトンに変換するシステムの完成に目処が立ちました。本当ですか？はい、少なくともコールドスリープ施設やブリッジ機能、再生処理設備などが停止する機器は脱したことになります。よかった。ただし、そのためにはグランの安定供給が不可欠なんだ。頑張ってくれよ。え？ああ、つまり私たちがグランを集めまくらないとダメってこと？現状、供給ルートが他にありませんからね。ですよね。ただ集めるだけじゃダメだからな。現状維持してもしょうがねえんだ。余るぐらいにグランをかき集めて船の機能を回復すればもっと動ける人員を増やせるんだよ。理想はわかりますけど、そんな簡単にいくかな。できるよな。お前のそういうとこ好きだぞ。分かってますよ。やりますよ。セルもイズナも巻き込んでやる。その息だ。いつか余裕中って報告してやりますよ。
頼もしいな。その時はいくらでも任務のハードルを上げてあげるから安心なさい。鬼ですか？悪魔かもな。あら、天使よ。よく言われるわねえ、レイバン。ノーコメントで。やった！次も頑張ろうね。よし、いっちょやるか。俺に言おうか。俺に言おうか。よくやった。俺に言おうか。頼むぞ。俺に言おうか。よくやった。俺に言おうか。頼むぞ。俺に言おうか。頼むぞ。俺に言おうか。よっしゃー！ほらよ！どういったご用件でしょうか？バッチリですね。用事か？ああ。
立てるといいのですが。
裸足でつまずかないようにね。環境値変動、戦闘態勢への移行を指示。環境値変動、戦闘態勢への移行を指示。ほらよ。
条件でしょうか。ではこれで。うん、バーニー、よろしく。
せ、拠点への帰還を許可。やったに言おうか。よくやった。俺に言おうか。俺に言おうか。ご用かしら。うん、うん、私に用。ほう、うん、
てるといいのですが。慎重に行きましょう。コード、コレクト。総員に通達。あ、行きますか。はい、はい、止めます。次、ドライバス、ドライバス、次、止めます。あんな大きな結晶があるなんてね。あんなの初めてです。やったな。これだけでかいのがあるなら探せばもっとありそうだぞ。ねえ、一度帰らない？なんでだ。100個ぐらい集めて帰ろうぜ。まだ強気に行動するのは早いかなって思うの。俺様は余裕ありまくりだぜ。平気だって。あんた、グランをもう使いこなしてるの？お前は違うのか？私はまだ不安がね。それは気づきませんでした。バディもだけど、みんなすごいよ。もう自信持って戦えてるんだから。簡単には自信なんてつかないよ。今もついてくので精一杯でさ。まあ、進むか戻るかの判断はみんなに任せる。私はついていくから。そうか。じゃあもう少しだけ進もうぜ。100個は無理でも、もういくつか見つけられたらこの辺にもっとあるって確信できるだろ。了解。じゃあもう一頑張りしますか。Thank you.
援軍はまだなのか！悪い！待たせたな！その声は…一撃で勝ち割れねえだと。まだグランが馴染んでねえのかよ。そげ。あのてめえらも何を足元でちょろちょろやってんだ。デカブツは脳天狙いが定石だろうが。そんなこと言われても。さっさと船まで走れ。あれのぶっ殺し方後回しだ。逃げろって言うんですか。引き際も読めねえ雑魚が。こっつけてんじゃねえ。新人、こいつらまとめて早く行け。ケツを守ってやる。よく生き残ったな。すみませんでした。俺にもっと力があれば。カッコつけるなと言っただろうが。あんなのは倒せるときに倒せばいいんだ。倒せるんでしょうか。上から攻めりゃ勝算はある。それは分かった。問題はどうやって上を取るかですね。毎回都合のいい地形があるわけではないので、高所から攻めるというわけには。登ればいいじゃないか。は？シャロン、あのデカブツに登る道具を作れ。なるはやでな。登る道具ですか？わかりました。やってみます。もうわかっちゃったの？できなくもないかな、なんてまだイメージだけですけど。あ、そうそう、あの巨大な物体のことだけど、名称はギガンテスとします。ギガンテス、強そうな名前だな。その方が勝ったとき気分いいだろう。なあ、新人。そうだろそうだろ。観測データを見ると、ギガンテスは他にも多数生息しているみたい。あんなのがたくさん。だから何らかの対策が必要なんだ。対ギガンテス用通路の開発ですか。ラボの施設拡張を検討しなくては。そのためにより多くのグランが必要になります。大変だとは思いますが、グランを集めてラボに供給してくださいね。何をやるにもグランが必要か。何もできないよりはマシだろ。そういうことだ。ギガンテスにリベンジするぞ。